治療中に重要な判断をする方法。今日はウラシオンちゃんのもとに質問が来ているぞ。太郎さん、現在うつ病から復帰して3年が経ちました。まだ双極性障害で月1回通院をしています。復帰前は係長でしたが、復帰後は降格して平に戻りました。家族からは元気になっているし係長を希望したらと言われています。自分でもまだ迷いがあります。どう思いますか？担当医と話した方がいいですか？教えてください。まず主治医に相談しろ。これよく言うことでございますが、今のこの病気に関することとか社会復帰もそうだし、薬のこととかそういう細かい部分の悩みっていうのを主治医に相談しないでどうするんだっていう部分があるよね。主治医っていうのはいろんな経験を持っている精神科医なので、何回も今まで経験してるから、この時にこういうことをすると失敗する確率が高いってこともいろんな経験から分かってくるので、一つのアドバイスをしてくれる。それが絶対正しいかどうかってことはそれは分からないけども、よくあるパターンとしては、これは失敗するパターンですね、成功するパターンですねっていうのは、そんなに精神科医ごとで変わるもんじゃないので、主治医に相談するというのはまず鉄板だと思うんです。その上で考えていくというのが基本じゃないのかな。自分がまずそういうふうに仕事を一生懸命やっていきたいのか、例えば係長になった時にいろいろ仕事の負担とか責任とかも出てくるから迷ってるということだと思うんだけど、もう一つが今の病状がその負担に耐えられるかどうかっていう部分とのこのバランスで考えていくんだよね。あなたの病状が今重たいのか軽いのか、すごく安定してるのか、ストレスがかなりかかっても悪化する確率は非常に低いのかってことは、それは本人にわからんぞ。それは主治医でないとわからない、専門家でないとわからない、ウラシオンちゃんも文章を読んだだけでわからない。だから主治医に相談するというのがいいので、今のその病状によって違う。例えばまた1ヶ月後になったらもっと安定してればいいのかもしれないし、逆に言うと3ヶ月後になったら今より不安定になってたらそれは無理だってことにもなるので、その瞬間瞬間によっても変わってくる可能性があるし、今の調子と見合わせて仕事の復帰と、さらにその仕事の内容の変化や昇進というか係長の仕事をやるかどうかっていうのを決めていかなければいけないので、非常に微妙な判断だから、自分がやりたいやりたくないっていう部分は別次元として、今の病状でやって大丈夫なのか大丈夫じゃないのかっていうことを見極めていかなきゃいけない。その見極めっていうのは患者さん本人ができるようなものでもないし、家族ができるようなものではないので、主治医の判断っていうのを参考にするしかなくて、主治医がまだ早いと言われたならば、主治医が大丈夫と言えるぐらいに自分の気持ちをコントロールできるようにしていく、病状を安定させていく、そのために睡眠運動朝散歩をして調整していくってことを一生懸命やっていけばいいので、自分の気持ちっていうのは患者さんは言うんだけど、大体せいてる場合が多くて失敗するんだよね。薬を減らしたいっていうふうに言っても大体減らす状態じゃない。本当に安定してる人は薬の話題なんか全くしなくなるので、そういった時には、あ、薬減らしてもいいんだなっていうふうに思って減らすことがあるんだけども、大体せいてる、急いでる、焦ってる。だから自分の判断っていうのはあまり信用しないっていうことが病気をきちんと治していくために必要なので、そのためにも主治医の意見っていうのを重要な参考意見の一つとして聞いていくということがとても重要であり、病気の状態を一番よく分かってるのはあなた自身ではなく主治医だよね。自分自身は自分の調子がいいかどうかなんて分からないんだよ、メンタル疾患の患者っていうのは。なぜかというと、だから病気になってるわけで、疲れてるってことを認識して休めば、そうそうメンタル疾患にはならないわけで、自分が調子が悪いと思っても何ヶ月も病院に行かないからひどい状態になってなかなか治りづらくなるわけで、基本的にメンタル疾患の患者様は自分自身が本当に調子がいいのか悪いのかということをきちんと正しく判断できてるんだろうかということをまず疑っていかなきゃいけないので、疑っていかなきゃいけない場合に誰を参考にするかというと、主治医の言葉とその時家族の見方っていうのも参考にしていけばいいと思う。自分の見方と家族の見方と主治医の見方、自分は調子がいいと思っても主治医は調子が悪くない、家族が調子が悪くないって言ってたとしたら、それは調子が悪くない可能性が高いんだね。ということで、自分、家族、主治医っていう3つの見方というか、病気に対しての感じ方っていうのがあると思うんだけども、基本自分の見方を優先しがちになるので誤ってしまうので、主治医の見方っていうのを取り入れたり、あるいは家族の見方っていうのを時に取り入れて、今の自分の病状を正しく判断していくというのが今後の治療においてとても重要になってくるんじゃないかな。病気を治していく上で自分を疑え、そして主治医を信じろ。そうするとメンタル疾患はものすごい早く治るぞ。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。